回は千葉県南房総の音浜漁港から出ている白浜渡船に乗って青物ジギングへ行ってきました。よし、ここら辺から行きましょう。ボトムは取れません。同じような感じで表層から90メーター前後ぐらいから上へ上へと攻めていって、ちなみにボトムは500メーター。ポイントに着いたら真っ先にジグを投入。船の中にジグが入っていってしまったので、なんとなく探りながら回収。ちょこっと飛ばして中に入っていっちゃうのを防ぎます。船長さんの指示通り90メートルぐらい下に落とします。そしてしゃくりつつ上げてくると、ヒット！グイッと合わせて、よし、あとは上げてくるだけ。にしても今日この船のメンバーの中で一番目のヒット、嬉しい、やば。船の真ん中
徐々に下に降りてきて、カモ入れをしてもらって、これまだ来てないかな。もうちょっと上に上げて、最高記録の 4.9 キロでした。やったねー。